フランスの人がすごく日本のニュースを見て怖がっているけれども、どう思いますか？だからフランスでされてる、うん、あの報告とかがすごい不安な、うん、あの画像ばっかだし、なんかフランス人がその東京と福島が一緒だと思ってるので、なんか何が起こってるか想像しにくいし、あのなんか何も残ってないっていうイメージもあるんですけれども、まあ、実際は東京で普通の生活をしているし、なんかたまに地震が起こってたりするんですけれども、そんな大した地震じゃないし、で建物もすごいあのなんか大丈夫ですよっていう、あと放射線のことでしたら、まあ、今は何もできないんですけど、なんか東京はあの大丈夫、また安全な場所だと思います。そうですね、基準以上の食べ物は市場に出ませんからね、マーケットに。なんかたまにあの水の中に要素が入ってたりするっていう報告があったんですけれども、もうそれはもうないし、で体にも悪くないあの水だったので大丈夫だと思います。なので、あのまだ外国にいる学生たちがもう日本に戻ってきていいと思いますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。